美女と野獣は、フランスの民は、美女と野獣をもとにした、1991年のアメリカのアニメーション映画である、ゲーリー・トゥルース・レールとカークワイズが監督を務める。続編とした、美女と野獣ベルの素敵なプレゼント、美女と野獣ベルのファンタジーワールドが制作された。日本での公開は1992年9月23日。また、2002年には、 アイマックスシアター向けに同作品を作り直して上映。2010年にはディズニーデジタル 3D 版が上映された。ディズニールネサンスと呼ばれる時期に作られた成功作の一つである。アニメ映画史上初のアカデミー賞、作品賞のミネート作品である。また、作曲賞と歌曲賞を受賞した。アメリカでは1992年10月30日に、 ホームビデオが発売され、1週間で700万本、1ヶ月で1420万本という売り上げを記録し、当時1300万本余りを販売していたファンタジアを上回る当時の米国記録を達成した。日本では1993年9月17日にブエナビスタジャパンからビデオが発売された。日本で初めてセルビデオのみで100万本を出荷した作品となった。 それまでの記録はファンタジアの80万本であった。本作の日本でのセルビド累計出荷本数は115万本。2009年にエンターテインメントウィークリー氏が発表した1983年以降に制作された恋愛映画の名作25本では第25位に選出された。IMAX 版では大画面の観覧に耐えるよう、 細かい部分で書き足しなどを行っている。また最初の上映時にはなかった人間に戻りたいなどの家来たちの心情をアニメーション化するなど一部シーンが追加されている。エンディングテロップもスクロールではなく全面表示の切り替わりとなっており IMAX 向けに丁寧に作られていた。それらは後に DVD 版として発売された。2010年にはディズニーデジタル 3D として オーストラリアやスペイン、日本などで公開された。なお、3D 版はアメリカでは2012年1月13日に公開されている。森の奥にある城に若く美しいがとてもわがままで傲慢な王子が住んでいた。ある夜、醜い老女が城を訪ね、一輪のバラをや土台代わりに差し出しに一晩止めてほしいと頼む。しかし王子は老女の醜さを理由にそれを断る。 老女は見かけで人を判断すると心の奥底の真実が見えなくなってしまうと忠告するが王子は聞く耳を持たず再び追い返そうとした。するとその瞬間に老女は美しい魔女に変わり優しい心を持たず人を外見で判断する王子と王子をそのように育てた召使いたちさらにその城全体に魔法をかけ王子を恐ろしい野獣の姿に 召使いたちを家財道具の姿に変えてしまった。魔女はどんなものをも映し出す魔法の鏡とはじめに見せた一輪のバラの花を置き消えていった。そのバラの花びらが全部散るまでに、王子が人を愛し人に愛されることを学び、真実の愛を見つけることができなければ、王子たちにかけられた魔法が解けることはない。王子は、己の醜い姿を恥じて、 白に閉じこもり、絶望と失意のうち二十年の歳月が流れた。とある町に住む、発明家、モーリスの娘、ベルは町一番の美貌の持ち主で、読書と空想が大好きな父親思いの娘だった。ベルは、そんな自分の夢見がちな性分を風変わりと捉える、町の人々に馴染めず、町一番のハンサムで人気者だが乱暴で下品な、うぬぼれ屋であるカリウド、 ガストンの必要な求婚に辟役していた。モーリスが発明大会に出かけた日、相馬フィリップが父を乗せぬまま戻ってきたのを見たベルは、父に何かあったに違いないと考え、フィリップと共にモーリスとはぐれた森の奥地の城へと、やってくる。モーリスは、森で道に迷った上に、狼たちに襲われてフィリップとはぐれ、たどり着いた城で、一夜の宿を頼んだ。 それを見かねたロウソクのルミエールとティーポットのポット夫人はモーリスをもてなそうとしたのだが怒った城の主である野獣に不法侵入者として捕らえられ牢獄に繋がれていたのだった解放を願うベルは父と引き換えに自分が城に泊まることを申し出る野獣はその条件を受け入れ反対するモーリスを強制的に魔法の馬車に乗せないへと追い返してしまったこうして 城に残ることになった失意のベルを、ポット夫人やルミエール、置き時計のコグスワースなど家財道具に変えられた城の、別室スたちは心よく受け入れもてなしてくれた。ベルも次第に気を取り直し上の生活になじもうと、努力するが、礼儀知らずでわがままな野獣の凶暴な振る舞いに、耐えかねて城を飛び出してしまう。そして吹雪の中で、野生の狼に襲われるが、 すんでのところで駆けつけてきた野獣に救われる。その事件をきっかけに、ベルは醜く横暴な野獣の心の中に残る優しさに気づき、野獣も彼女の優しさに触れお互いに心を通わせるようになる。日々を共に過ごしていく中で、野獣は徐々に人間らしい心を取り戻して、ベルに思いを寄せるようになり、ベルもまた野獣に惹かれていく。二人だけの舞踏会を開いた日の夜のこと。 楽しさの中にも父のことを思い沈んだ表情を隠せないベルのために野獣は魔法の鏡を与えてモーリスの姿を映し出させる。そこに映し出されたのは病心のままベルを探し求めて森をさまよった末に行き倒れたモーリスの姿だった。彼は酒場で騒ぐガストンたちに野獣の存在を知らせ助けを求めた者の,の相手にされず一人でベルを助けに行ったのである。 狼狽するベルの姿を見た野獣は自分の中のベルへの愛情を自覚しつつ愛するベルの気持ちを思いやりベルに魔法の鏡を与えた上で解放する自分に対するベルの愛情を確かめられぬまま彼女を手放してしまえば二度と魔法が解けないことを知りながら父を助けいに戻ってきたベルはガストンが自分の結婚を承諾させるために 城に野獣がいると主張するモーリスを狂人として精神病院に入れようと企んでいることを知り、激しく彼を拒絶。モーリスの言うことが事実であることを証明するために魔法の鏡で野獣の姿を見せ、その姿に怯える街の人々に見た目こそは恐ろしい野獣だが、 優しい心の持ち主と説得するが、その時のベルの様子から彼女と野獣の関係を察した、ガストンは、ベールから、野獣呼ばわりされて拒絶されたことで嫉妬と怒りに駆られ、野獣が恐ろしい存在であると町の人々に、不意調して先導し、野獣を殺すために城へ野獣を駆けに向かってしまう。自宅の地下貯蔵庫に遊兵された二人は途方に暮れるが、ベルのカバンにこっそり隠れてやってきた。 ポット夫人の息子、ティーカップのチップの妙案により脱出。野獣に襲撃を知らせるために、大急ぎで白いと引き返す。一方、野獣はベルを失った絶望に塞ぎ込んで、自暴自棄に落ち込み、侵入者の報告を受けても何ら出を打とうとしない。主人と城を守るべく、メシいカイたちは、ルミエールの一系で、本物の家財道具になりすまし、 侵入者たちの不意をついてから一斉に反撃を開始撃退することに成功した。騒ぎの中、一人野獣の居場所を突き止めたガストーンは、背後から矢を放って奇襲し野獣をバルコニーに追い詰める。それでも、なお野獣は力なく倒れたまま動こうとせず、徹底的に痛めつけられてしまう。だがガストーンが止めを刺そうとした、刹那、駆けつけたベルの叫び声を耳にして、 正気を取り戻した野獣は反撃を開始する。ついに、ガストンを追い詰め、怒りと共にバルコニーから落とそうとした野獣だが、命乞いをする彼の姿を見て、命を奪うことは思いとどまり、出て行けと言い放つ。だがその恩情が、あだとなり、屋根を伝って、バルコニーに登りベルト念願の再会を果たした直後、背後から脇腹に探検を突き立てられてしまう。 その表紙に二人は共にバランスを崩し、ガストンは谷底へ落下して死亡する。野獣はベルに捕まれかろうじて救われる者の,の瀕死の重傷を負い、もはや虫の息であった。途切れ途切れに愛と別れの言葉を口にし、事切れた野獣の亡きにすがり、涙をこぼしながら、ベルが愛を告白した直後、バラの最後の花びらが散っていく。皆が悲しみに暮れる中、 突然空から流星が降り注ぎ、野獣の体が光に包まれたかと思うと、野獣は元の美しい立派な王子に戻って蘇った。彼の眼差しから王子が野獣本人であることを確信したベルは、喜びと共に口づけを交わし合う。すると降り注ぐ光と共にいかめしい形に、変えられていた白は元の荘厳な姿に、メ使スたちは元の人間の姿に戻っていく。 ベルの愛の告白により、ついに野獣は愛し愛されることを学ぶ試練を乗り越え、自身と城にかけられた呪いから解き放たれたのである。こうして、人間に戻った王子とベルは結ばれ、本来の美しい姿に戻ったお城で末永長く、幸せに暮らすのであった。詳細は各キャラクターの記事を参照。日本でも2002年10月に発売され、内容は、アイマックスシアター向けの本編や、 挿入か、人間に戻りたいができるまで等となっている。同年11月に VHS で、12月に DVD で自作が、翌年春に VHS と DVD で、次々作のスペシャルエディションが発売された。この作品は、原作の民話や某文婦人の、美女と野獣とは大きく、ストーリーが異なり、現代的なフェミニズム要素を含むストーリーになっている。有馬哲夫は、 著書、ディズニーの魔法において、この違いを詳しく記している。原作では、試練の下成長するのはベルであり、外観ではなく中身の大切さを学び美徳に磨きをかけるが、本作では成長するのは野獣であり、粗暴さを改め、女性を尊重して愛することを学ぶ。野獣は心を入れ替えていくのに対し、ガストンは悔い改めない、セクシストであるとしている。原作には、 ガストンのような粗暴な求婚者は存在しないが、ジャンコクトーの映画、美女と野獣では似たような役割の男性が登場する。また原作では、ベルというのは彼女の本名ではなく、美女という意味のあだ名である。本名は、作中では明かされない。なお、ウォルト・ディズニーは1950年代からこの作品をアニメ化する構想を練っていた時期があり、当時の構想は、 原作の民話合や某プジ人の話に近いものだったが、最終的に頓挫した過去がある。本作の3年前に制作された、リトルマーメイドにおいて、ディズニー社は、ヒロインの人魚姫アリエルに、海の世界の友達や家族を捨てさせ、白人の王子の下に駆け落ちさせるラストを与え、多くの女性団体から抗議を受けている。ディズニーによる、原作原点の改ざんの一環としての指揮者からの、 多くの批判と合わせ、ヒロインが最終的には男性のもとで結婚し、幸せになるというディズニー映画の普遍のパターンは女性の生き様を狭く限定するものとして絶えず受け続けている批判である。このリトルマーメイドでの各方面からの抗議に対し、ディズニー社は以後の作品ではより慎重に女性の役割について考えると公式に約束した。 こうして制作された本作では、ディズニー社は、脚本家に女性を寄与し、主人公のベルの性格設定について、現代的な女性で、活動的なフェミニストにしたと表明、公開された。人権団体、ニューインターナショナリストは、ディズニー映画の性差別主義的内容に対し、それが幼い子供たちを観客主体とすることによる、危険性について、長年批判と抗議を行ってきている。 N.I. は、この映画での野獣が民話や原作と異なって乱暴な人物にされており、このアレクルー、野獣がヒロインのベルの愛情によって心を入れ替えていくという内容に改ざんされているとして、これは若い女性への別の危険なメッセージです。ベルが現実世界の人間なら彼女はほぼ確実に夫から虐待を受ける妻になるでしょうと警告、批判を行っている。 N.I. やイスラエルの人権団体、ホレッツはディズニーの主人公ベルに対するフェミニストとしての性格づけが単に読書好きのキャラクターになっただけであって結局は父親のために事故を犠牲にする球体以前のディズニーヒロインであるとしている。また登場直後は教育を受け独立した女性だったベルが結局は映画の展開の中で人生における目標は 良い夫を見つけることであるとする、ただの女性になってしまっており、何の反省もないディズニーのいつものステレオタイプな性、差別思考であるとして批判している。実写映画、美女と野獣の監督であるビルコンドンは、悪役の男性が女装させられて逃げる場面に、不快感を示した。映画の世界を体験できる屋内型ライドアトラクション。2020年9月28日。 東京ディズニーランドのファンタジーランドに導入されたディズニー映画美女と野獣をテーマにした世界で唯一のライドタイプのアトラクション。ありがとうございます。